皆さん、こんにちは。寒いのより暑い方がダメな中の人の代理、キズナあかりです。ついに、ヴィーナスラインを走るための長野旅行に行きました。では、ちょっと旅行用に着替えてきますね。というわけで着替え完了。この長野、ヴィーナスライン旅行のために新調しました。今回は、ヴィーナスラインに向かうために高速を走った時の動画です。圏央道の相模原愛川インターから中央道の諏訪南インターまで走ります。距離も長いので10倍速でお送りします。10倍速にするとエンジン音が甲高くなるので BGM を流します。YouTube のオーディオライブラリで見つけた BGM ですけどね。さて、朝5時44分という時間に高速に入りました。今回の旅行の目的はヴィーナスラインと温泉なので、午前中にヴィーナスラインを走って、夕方にはホテルに入って温泉に入ろうと企んでいます。なので、逆算してこの時間に出発しました。しかし、泊まりがけの旅行なんて最後にしたのはいつだったかな？そんな私が一人旅とか、バイクって人を変えますね。そろそろ本線に入ります。本線に入ったら10倍速になりますよ。この道は、レンタカーで走ったことあるけど、バイクでは初めてだわ。10倍速、時速800キロ以上の世界。当たり前ですけど、現実ではほとんど走行車線を走って、速い車は、どんどん追い越してというスタンスで走っています。そんな私でも、たまに追い越しをかける遅い車があったりしますけどね。改めて思うけど、相模原市も山が多いな。高速を使って道志道に来る人はこのインターが便利だと思います。全面復旧してから道志道に行くチャンスがなかなかないな。このトンネルで東京都八王子に入るんだけど、この辺りかな。トンネルの中にインターへの分岐があります。衛星写真を見ると高尾山インターチェンジは周囲が山で隙間に作られたみたいな感じですね。トンネルを出るとすぐ八王子ジャンクションが現れます。で、道路がなんか濡れてる。さっきまで雨が降っていたのかな。幸い今は降っていないようですが、トンネル出口雨注意の表示が。実はこの2日間は天気がちょっと怖いんだよな。天気予報が雨になったり晴れになったりコロコロ変わっていました。トンネルを抜けましたが雨は降っていませんでした。ただちょっと霧がかかっている感じかな。でも視界に支障が出るレベルではないですね。そういえばさっきのトンネルは渋滞情報でよく出てくる小仏トンネルですね。前に PCX で相模湖に来た時は1時間以上軽くかかっていたけど、やっぱり高速は楽だな。前に渋滞中の高速道路の動画を上げましたが、やっぱり高速はこんな感じで流れていないとね。談合坂サービスエリアに行く人は東阪車線に入れという看板がありました。今回は途中にある2つのサービスエリアに乗って休憩しようと思っています。談合坂では朝ごはんを食べようと思いましたけど、まだお腹が空いていなかったので双葉で食べることにしました。談合坂には23分ぐらいいたかな。運転は疲れるからこまめに休憩しないとね。ずっと山の中を走っていますけど、中央道はもう峠と言って良いんじゃないかな。
タカーで中央道を走った時はいつも川口湖方面に行っていたので直進は初めてになります。左車線を走っているとそのまま川口湖に連行されてしまうので真ん中の車線を走ります。そして分岐しました。ここ白い車が一瞬合流してくるのかと思いました。実際の合流車線は下の方から来るみたいです。山の方はポツポツと霧が出ていますね。そろそろ渋滞ポイントとしても有名な笹子トンネルです。速度70キロとデカデカと表示されています。このトンネルもそこそこ長いですね。トンネルを抜けたら雲が薄くなってきている感じがしますね。というより青空が広がってきている。フォルツァの影が後ろでは太陽が出てきました。高い建物もなく見晴らしが気持ちいいね。山間部の景色もいいけど遠くまで見渡せる風景も走っていて楽しいな。そろそろ双葉サービスエリアです。ここでは朝食を食べて45分ぐらい滞在していました。この時自宅の方では雨が降っていたようです。夜勤の仕事中だと今忙しい時間だな。そんな時間帯にこんな青空を走る、休みの日とはいえなんという背徳感。
ジで1車線になっている場所が多い気がするな。追い越し車線しか走れない時がちょっと怖いです。そろそろゴールの諏訪南インターに到着します。圏央道の相模原愛川インターに入ったのが5時44分だったから、ここまでおよそ3時間かかりました。サービスエリアの休憩時間が1時間ぐらいですから、走行時間は2時間ちょいかな。でも本当なら1時間50分ぐらいで来れるみたい。走行車線を時速80キロ付近で走っていたからちょっと遅かったのかな。では高速から降ります。いつもながらこの減速車線は怖い。次からヴィーナスライン編の動画は市街地あたりをカットしつつ、同速で公開しようかと思っています。全部で何回の動画になるかは今の段階では不明ですけど、できるだけ峠道を記録に残したいと思っています。そろそろ料金所が見えてきました。料金所を抜けたところで、今回の動画は終了します。ご視聴ありがとうございました。